7月9日、毎年全国各地で公演されている子どもたちに演劇の楽しさや感動を伝えるプロジェクト、心の劇場事業の現状報告のため、劇団四季の書籍会長らが愛媛県庁を訪れ、中村知事を表敬訪問しました。書籍会長は今年の4月から2つのチームが出発しており、約1年かけて北は北海道、南は沖縄まで全国で公演を行う、愛媛県出身の俳優も多いと述べました。これに対して中村知事は、俳優に愛媛県出身者が多いのは地域の子どもたちを主役にした市民ミュージカルなどに取り組んでいるところが多いためではないかと思う、県内でも子どもたちを招待し講演いただきありがとうございますと述べました。